結清を準備するアメリカ海軍の軍医結成は、血液が凝固した時、上積みにできる、炭鉱色の液体成分のことである。結晶が凝固成分を含むのに対して、凝固成分をほとんど含まない、あるいは含んだとしても少量のものを指す。主成分は、アルブミンとグロブリンで、特定の病気に罹患した時にその数値に変化が、現れる。 また感染症や腫瘍、内分泌や甲状腺、血液型などの検査に幅広く用いられる。分離の際に結晶板の細胞組織や代謝物が残ることがあるため、場合によっては結清でなく結晶を検査に用いることもある。結清中には脂質が含まれる。これらの脂質は人体にとって有益なものだが、どうこすと有害になる恐れがある。また、 動物の血清を医療に利用するのを高血清と呼ぶ。かつては、馬の高血清を用いた、病気予防や治療が行われていたが、血清病と呼ばれる副作用が激しいため、現在は用いられなくなっている。ビリルビンの増加により、横断症状を呈している。血清血液は、血小成分と、血球成分に大別される。血球成分は、赤血球、白血球、 結晶板からなる。結晶成分は、水分、タンパク質、ヒイオン、影イオンなどの無機質、糖質、脂質、尿素、尿酸、アミノ酸などで成り立っており、全血液量の55%を占める。結晶中のタンパク質には、アルブミン、グロブリンなどがある。血液を試験管に入れ放置しておくと、凝固した沈殿物と液体に分かれる。 血餅は赤血球、白血球、血小板の血球成分とフィブリンからなる。これをさらに遠心分離すると血小と血餅を含む血球成分を完全に分離できる。血小は工業小材入り採血管で採血して放置、または遠心分離した場合に血球成分の沈殿によりできる上積みである。この血小は 凝固因子を含む。一方で、工業庫材の入らない採血管で採血して放置した場合、工業庫材が入らないため、血球成分が凝固因子により凝結する。その場合の上積みが血清であり、血清は凝固因子を書く。つまり、工業庫材を使った場合は、結晶と血球成分とに分かれ、使わなかった場合は、血平と血清とに分かれる。 またアルブミンは、腎臓病、肝疾患で減少する。他に、血清ビリルビンは、溶血性貧血や胆石、肝臓癌、肝炎などで胆汁の流出ができなくなった場合に、血液中に逆流して、血清中で増える。ビリルビンは、赤血球が壊れて胆汁に再生された、もので、この物質が、血清中に増えると、2mg 以上で横断の症状を呈する。 血清を用いて行う検査は、血液を遠心分離して残った血晶や血清を検体とした血液性化学検査があり、内臓、特に肝臓や腎臓の機能の検査に用いられるまた、抗体の有無を調べるためにも用いられ、これを血清学的検査という。血清学的検査の対象となる検査は次の通りで、ある。また血液型検査、RA 反応、 CRP、CR ASO などの検査に結清が使われる。冷凍保存された結晶結清には凝固成分は少なくなるが、結晶板の細胞成分や代謝物が増加するため、カリウム、無機リン酸、乳酸、アンモニアなどの値が高くなる。こういった成分が結晶板などの細胞成分に含まれていて、凝固反応中の結清中へ流出するためである。したがって、 測定に血清を用いた時と結晶を用いた時とでは一部の検査項目で違いが出る。酸性ホスファターゼ、ニューロン特異性エノラーゼ、ドーパミンやセロトニンなど結晶板に多く含まれている物質は血清では正確な値が出ないことがあるためこのような時には結晶が用いられる。また以下のような点でも結晶を使うメリットがある。 電気営動による血清相タンパクの図。上は健康時、下は感染症の時のもので、アルブミンの値が低く、グロブリンの値が高くなっている。その一方で、結晶が血清よりも検査に不都合なこともある。相タンパクの主成分は60%を占めるアルブミンと20%のグロブリンである。病原菌などの抗原が体内にある場合、 それらを攻撃するグロブリンの値が高くなる一方で、アルブミンの値は下がるものの、総タンパク量はあまり変化しない。グロブリンが高値となるのは、慢性の炎症や肝硬変、アクセリンパ腫などの場合である。多発性骨髄腫や脱水症状では特に値が高くなる。血性タンパクは血小の約8%を占める。 何種類ものタンパク質成分を総合したものである。これらのタンパク成分は総タンパク、TP イコールトータル、プロテインと呼ばれる。分離した血餅と、血清血清中に含まれる脂肪のことで、中性脂肪やコレステロール、リン脂質、有利脂肪酸などが含まれる。コレステロールは、細胞やホルモン、単重酸を作る上でも不可欠である。 中性脂肪は分解されてエネルギーとなったり、皮下脂肪や内臓脂肪として体内に貯蔵されたりする仕組みになっている。また、臨脂質は細胞膜の形成上に重要な役割を果たす。その意味で、血清脂質は人体に非常に有益な働きをしているが、バランスが崩れると動脈効果を促す恐れがある。 過剰な LDL コレステロールが血管壁に蓄積して、動脈硬化を早める上に、中性脂肪も多すぎると小粒子高密度 LDL を増加させる。このスモールデンス LDL の増加により、悪玉 LDL が善玉 HDL コレステロールを減らすため、さらに動脈硬化が進むことになる。脂肪酸の組成は、多い順にリノール酸、 パルミチン酸、オレイン酸、アラキドン酸であり、皮脂腺など、皮膚の分泌物とは、構成が異なる。本来液体に油分は混じらないが、結清脂質の場合は、結清中の中に溶け出した格好になっている。脂質がアポタンパクで包まれており、脂質と結合して、リポタンパクとなって、結清中に溶けているからである。もしこのリポタンパクが、 血清中溶け込まずに有利したような状態にあって、マクロファージや細もない皮系で処理できない場合は死亡側線が起こりやすくなる。血清病とは馬の免疫高毒素血清によって起こる副作用である。かつては破傷風やジフテリアの予防、または治療に馬の高血清を使っていた。この高血清の注射により、 血清タンパクが抗原となって抗体ができるが、抗原と抗体の免疫複合体となって、血管壁などに付着するため、腎臓や関節組織に影響が出、この血清が原因と見られる血清病が多発していた。しかし今は、馬の抗血清は使われておらず、そのため血清病は姿を消している。初めての注射での症状は、リンパ節の腫れ、発疹。 タンパク尿などで症状はさほど重くないが、2度目以降に同じ注射をした場合は、アナフィラキシーによるショック症状を起こし、死に至ることもあった。小学館、家庭医学大辞典編纂委員会、ホームメディカ家庭医学大辞典改訂審判、小学館、1994年、ありがとうございます。